それででは解説しししていきまょょうちょっと難しいですね長方形を、えー、ともともとこういう風にあった長方形いったこっち折り曲げてさらにこうやって折り曲げると2回折り曲げてるわけですね、まあ、おそらく問題作った人はね割り箸の袋かなんかをこうやって遊びながら作ったんじゃないのかなってなんとなく思うんですけれどもさあこの折り返された状態っていうのを今。 完成形をね見てるんだけれども折り返される前をねちょっと見ていかないといろいろなね同じ角度が分かっていかないのでまずここにあるね最後に折り曲げられた部分これを一旦この直線 BC に対してくるっと元に戻してあげましょう折り目で元に戻してあげますそうすると色変えていた方が分かりやすいかな。 こんな感じになるはずなんですよね。ここの部分が折り曲げられて、ここになったと。こういう状況になったわけですね。で、さらに今度は、ここに出来上がっている台形を、ぐるっと今度はこっち側に戻してあげると。これを今度は分かるかなここの図形ですよ。ここの図形ですよ。この図形を今度はこっち側に戻してあげると、 こういうふうな元の長方形になるはずなんですよね。オッケー。だから元々はこういう長いものを AC に対してパコッと折り曲げて、だからこっち向きは逆にした方がいいね。 もともとはここにあったものをパコッと AC で折り曲げてこの形を作りこれをさらにこっち側に折り曲げて今これが出来上がりましたよと言ってるわけですさあこの状況をですねうまく捉えて考えていくとえ同じ角度が結構ねいっぱい見つかっていくんじゃないのかなと思うんですよ例えば折り返されてるっていうところを考えていってこの「あ」の近くの角度を集めていくとここの角度とここの角度っていうのはこれ同じになるはずですよね同じ折り曲げてるところなわけだからいいですかさああそうするとあとは ここ今体調角使ってあげればここが84度だったらここ84度が分かりますのでこれによってここの部分ですねこの黄色で今丸をつけているこの丸印の角度が分かれば180度から丸と84度引いて「あ」の角度を求めることができますよね。でそうすると今度はまたいろいろなところに注目をしていくんですけれどもわかるかな えっと印をどんどんつけていきますと折り返されてるわけですからこの近辺でも同じ角度がいっぱい出てくるはずでここの角度とここの角度絶対同じになるはずですね。で,でしょこれがちょもともと長方形の一部分ここの部分ですからね。なのでこの長方形平行っていうのが分かるわけだから同位角でここも×になるよねと。いいですか折り返されてるんだからここも×でしょと。 最長角だからここもになるのでこれ二等辺三角形になってたんでですよね、OK、でもちろん当然ね錯覚を使えばここも×になってここも×になるわけだから×印の角度を求めることができそうですね。はいということで外角の定理使ってあげるここの三角形で外角の定理使ってあげれば×+×が 84° 度になるってことが分かるので暗算でここは 42° 度っていうのが導けるはずだよね。 オッケーということで42度が分かってしまえば180度から、えー、こことここの角度を引けばいいのではい、いきましょうか180度引く42度、えー、これを割る2っていうふうにすればいいので、はいえー、割る2してあげるとどうなるんですか、えー、138度割る2ですから69度ですかね69度っていうのがここの部分1個出てくると。 これも69、69になっているので、A の角度は180度から84と69度を引いてあげればいいわけですね。ということで、180度引く84度と69度、これを、ね、計算すればいいわけです。よろししいでしょうか 大丈夫かな今のところ計算ミスなさそうですね大丈夫ですかねはいということでこれを計算してみます100えっと53度ですか27度ですかね27度っていうふうに最終的に「あ」の答えが出てきます、OK、ですか、まあ、他にもね折り返しなのでいろいろな考え方があるかなと思いますねうんどんな考え方が考えられるんだ まあ何でもいけそうだなはい、えー、ということなのでまあ、他にも、ね、いろんなことは考えられると思うんですけれども大事なことはとにかく折り返し折り返しっていうのがあるわけだから同じ角度をねしっかりと復元させてあげるっていうところがポイントだったと思いますこんにちは佐古田です高校入学前で数学の先取り学習をしたい新学校に通っていてもっともっと自分で数学を勉強したい勉強一生懸命してるんだけれどもなかなか数学ができるようにならない 問題解説動画全部僕が作っている数学の取説ぜひ手に取ってみてくださいチャンネル登録もよろしくお願いいたします